こんにちは。今回はこちら、セリアで購入しているミルフィムソックヤン。こちらのカラーナンバー24番を使ってバック編んでいこうと思います。まあこれはね、4本取りで編んでいこうかなと思ってるんですよ。1、2、3、4本。結構ね、太めで、まあ、しっかりしたバッグになるかなと思って。で、これで、24番。アクエリレイ 100%、約 35g、約 105m 入っています。かぎ針が4号から5号です。で、こういったのを使っていきます。それぞれあと3玉出して4本取りを用意します。はい、こんな感じで4本用意して、4本を1本のようにして編んでいきます。で、まあ8号で編んでいこうと思ったんですけど、ちょっと10号にします。10号で、こう針をかけて、そこでぐっと締めます。ここから鎖編みを1、2、3、4、5、5目で進めていきます。立ち上がりを1つして、裏返しにして立ち上がりではなくて一番最後の5個目。ここを手前から取って、細編み。で、いつものように楕円形でそこを広げていこうと思います。で、楕円形の編み方は別へ動画を撮っています。そちらリンクを載せておくので、よかったら見てみてください。で、それで、その増やし方で大深みで何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。好みのところまで広げていきます。はい、こんな感じで底を広げてきて、で、一番最後は、こちら糸がある方は裏。で、表を見て引き抜くので、輪を大きく出して、で、最初の細編みの頭、裏から針を入れて、で、輪をかけて引き抜きで終わります。で、ここで、何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9段広げてきました。で、これでサイズを測って進めていきます。だいたい横幅が20センチぐらい。で、マッチになる部分がだいたい15センチぐらいになっています。何か参考にしてみてください。で、ここからは表を見てずっと編んでいこうと思います。今、裏を見て引き抜いて立ち上がりを1つ。で、表に返してずっと編んでいきます。で、この根元、マーカーついてるところ。この根元から、スイスに向こうのポチッとしてるところを取って、細編みを1つに対して1つずつ編んでいきます。これが1つ目、マーカーをつけて、で、同じように向こうのポチッとしてるところを取って、まあ、今回4本取り編んでるので、まあ、4本をしっかり取って、進めていきます。裏のポチってしてるとこ取って、細編み。手前にこの半目を避けて、こう押したら取りやすいかなと思います。そこで細編み。こんな感じで向こう半目と、向こうのポチっとしてるとこ取って、細編み。同じように編んでいきます。こんな感じで側面編んできていました。で、何段編んだかお伝えしていきます。1234567891011121314151617181920212223段編んできています。で、ここで終わりにしようと思って、まあ、ここで持ち手をつけていこうと思うんですけど、ちょっとね、この最初始めたところから遮光してきて、この全体のこのバッグの内側に入ってきてると思うんですよね。まあ、ここで糸を一回カットしようと思います。まあ、それがね、このまま続けて編んでいこうかな。まあ、このまま続けて編んでいこうかなと思います。一応ね、この端を決め直したんですよ。これはどういう風に決め直したかというと、まあ、そこのね、鎖編みをいつも見ていってます。ここを見ると間違いないと思います。こういう風にして、で、全体の歪みがないかを確認して、私の場合は始めていきます。で、ここが端決まったので、このマーカーついてるのはこちらの見えてる面。こちらの目数として見ていきます。で、このマーカーの次のところからこちら側の手前の面っていう感じで見ますね。で、ここのマーカーは最初の目なので、まあ、この状態でいつもの割り出し方で割り出していこうと思います。今回1周が60目あって、それを2分割にしたら30目。で、30目をさらに3分割したら10目。10目、10目で割り切れるので、それで進めていこうと思います。で、この、一応ね、ここ数えたら、マーカーの次のところから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9なんですよね。で、もう一つして、1段ここの分は、少なくなるんかな。ちょっと目数が変わってくるかなとは思うんですけど、ここで10で始めていこうと思います。10目。で、ここからいつものように鎖編みで持ち手をつけていこうと思います。1、2、3、4、5っていう感じで好みの数、鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを35目で進めていきます。で、この状態で目が入ってないところから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、開けるので11個目。で、11個目を今までと同じように向こうのポチッとしてるところだけ取ってつなぎます。ここで糸を持ってきて細編み。またこれが1つ目っていうことで数えて、1、2、3って数えて10。同じように細編みを編んでいきます。こんな感じで反対側も10、同じように細編みをしてきたら、いつものようにこの半分の中で折ってみて、このスリットが入ってるか確認します。で、大体入ってるなーっていうのを見たら、反対側の面も同じように10、細編みをして10を開けて、今回35鎖編み。で、10同じように細編みを編んでいきます。こんな感じで反対側も同じようにして持ち手がつけてこれました。で、このマーカーのところがこちら側の面の10個目になっています。で、次のところとまた今まで同じように引き抜き立ち上がりなしで進めていきたいので、ここからも同じようにこうやって目を取っていきます。で、このマーカーはこのまま置いておこうと思います。で、この持ち手の際のところでまたお伝えしていきます。こんな感じで持ち手の際のところまで。この前段の2目残したところまで同じように細編みをしてきました。そしたら最後から2番目のところ、ここをまた同じように取ります。裏のポチッとしてるところで細編みの途中をします。で、この状態で一番最後の目も同じところに針を入れて、で、糸を持ってきてこういうふうに引き出したら鎖編みの1つ目、裏山を取っていきます。ここの裏山なので、これかな。これを取って糸を持ってきて、で、4本を新たに糸をかけて引き抜き、いつものように3点を1つにしていきます。で、ずっとこの今回はこの裏山を取って細編みを1つに対して1つずつしていきます。鎖編みのところは裏山を取って細編み、この流れでいくとずっと今回は裏山を取っていくことになりますね。それで今3点1つにしたところ、あと3点同じところくるので同じようにして、で、ぐるっと一周同じように細編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように細編みを編んできました。そしたら最初のところ、また同じように向こうのポチッとしているところを取って、で、同じところを取るんですけど、ここから引き抜き編みをしていこうと思います。ここで糸を持ってきて引き抜き。で、これが引き抜き1つ目っていうことでマーカーをつけていきます。で、あとは同じように向こうのポチッとしているところを取って糸を持ってきて引き抜き、同じようにしていきます。で、鎖編みの上細編みをずっとしてきたので、この狭めたところも1つに対して1つずつぐるっと一周同じように引き抜き編みを1周していきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきました。で、一番最後の目もちょっと取りにくいんですけど、裏のポチッとしているところ同じところを取って引き抜きをします。で、この状態で 10cm ぐらい糸を残してカットします。で、糸をスッと抜いて、で、今回もこの持ち手の中を編んでいきたいので3本束ねておいておきます。で、針に糸を通したら、自然で終われるようにこのマーカーの最初のところ、この裏のところに針を入れて、で、ここで引き抜いて、こんな感じで終わろうと思います。で、糸が出てきたところに戻ります。戻ってぐっと締めて、で、裏に返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。で、この持ち手の内側もいつものように編んでいきます。いつものように半分のこの真ん中のところから始めたり、このちょっと持ち手長かったところから始めたりもするんですけど、ちょっと端のところから始めていこうと思います。どこから編んでも綺麗に仕上がるので、この内側も編むことをおすすめしています。ヘラのポチッとしてるとこ取って、で裏に10センチぐらい糸を残して細い直します。細い直して糸を持ってきて、で同じように裏のポチッとしてるとこ取って引き抜き編みを1周していきます。で糸端を1回巻き込んで糸を持ってきて引き抜き、これが引き抜き1つ目ということでマーカーをつけます。で次の裏のポチッとしてるとこまた取って、次は糸端は巻き込まずに置いて糸を持ってきて引き抜くことで、ここ1点止まってくれるので、で糸端はここで置いて後で糸始末をしていきます。でこれで次の目は目が入っているところ、同じところを取ってこんな感じで取って糸を持ってきて引き抜きます。で向きを変えて、でこの鎖編みの裏山っていうかポチッとしてるところ、裏山かそこをこういうふうに取って、で糸を持ってきて引き抜いて、この角のところはぐっと引き締め気味にするとすっきり仕上がります。であとはこの向いて見えてるすぐのところ、ここの目を取って引き抜き編みをしていきます。こういうふうに取って引き抜きでぐるっと一周、反対側も同じところが来るので同じようにして最後まで同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで内側もぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、で一番最後の目も同じように裏のポチッとしてるとこ取って糸を持ってきて引き抜きます。でここでまた10センチぐらい糸を残してカットで糸をスッと抜いて、で反対側も全く同じように仕上げていきたいので3本まとめて置いておきます。針に糸を通して、で最初の目手前から向こうに針を入れます。この目をすくって、でここで引き抜いて、で糸が出てきたところに戻ります。戻って、でぐっと締めてふわふわっとして周りと同じぐらいの目を残して裏に返し糸始末をしていきます。で今カットした糸は右側で置いていた糸は左側っていう感じで分散させて糸始末をすると、今回とかは太くなるので結構すっきり仕上がるかなと思います。こちら側も編み地をできるだけ崩さないようにして糸始末をしていきます。こんな感じで内側も編むことですっきりするし、持ち手がこうしっかり編めるのでおすすめしています。反対側も全く同じように仕上げて、糸始末するところ全部して仕上げていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じように引き抜きをして完成させようと思って糸始末していく時に気づいたんですけどここ3本なんかおかしいって思ってられる方もいられたと思うんですけど、最初4本で始めたのに最後3本で終わってるんですね。でなんかちょっとおかしいなとは思ってたんですよ、側面でここはポコッとねいきなり若干なんですけどちょっとへっこんでて、この辺からね3本取りで編んできてるんですよ。でね最初4本取りで10号で始めたのに最後3本で8号で終わってて編み方としては進めていき方としては同じなので動画はこのまま残しておこうと思うんですけど、ちょっとこれはもったいないのでここまでまたほどいて同じように仕上げて完成させようと思うんですよ。今回はこれで終わりなんですけど、一応ねサイズを測って終わりにしようと思います。若干ねこの深さも変わってくるんだとは思うんですけど、だいたい中心部分で16.5 センチぐらいになっています。で横幅ペタンとした状態で何点か測ると24センチぐらい、中心部分でだいたい25センチぐらい、ちょっとこうなってますよね。なのでちょっとちっちゃめにはなると思うんですよね。やっぱり1本減ると 24.5 センチぐらい。そしてこの中を測っていきます。編み直す時は全く同じ目数でこの持ち手のところもして仕上げていこうとは思うんですけど 25センチぐらい、ここもねちょっと長さも変わるんだと思うんですよ。だいたい2センチぐらいになっています、幅が。こんな感じでこのミルフィーユソックヤーンもいろんなカラーが販売されているので、3本取りで編むと、3本取りで編んでも結構しっかり編めるし、おすすめなんですけど、4本はねよりしっかりするので、もっとね重たいものも入ると思うんですけど、だいぶね時間がかかるんですけど、この取っていく場所なので、で1本で編んでないので取りそびれたりとかも結構あって、なのでまあゆっくり時間をかけてね編み直そうと思うんですよ。ここまあよく見ると分かると思うんですけどね、私結構こういうこともしちゃうんで、まあ、今回もしちゃったなって感じなんですけど、こんな感じでまあ何か参考になればと思います。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。